ベルトラード・ド・モンフォールは、モンフォール・ラモー・リー・領主シモン・一世と、アニエス・デブルーの娘。全部アンジューフ古く4世を捨て、フランス王・フィリップ・一世の二度目の日となった。1087年に、父・シモン・一世が死去し、母・アニエスともその後間もなく死別した。母が、臨終前に、自身の実刑にあたるエブルー博・ギオームにベルトラードの貢献を依頼し、 以降は結婚するまでエブルーのおじの下で過ごした。初婚で30歳近く年上のアンジュ博古く4世と結婚しエルサレム王にもなった古く5世を設けた。1 9 9 2年、ベルトラードは夫古く4世を捨てフランス王フィリップ1世のもとへ出奔した。フィリップ1世には王妃ベルトド・オランドがいたがベルトを二層院に押し込めてベルトラードと再婚した。 幽兵されたベルトは、失意の中1093年に死去したが、フィリップ一世は1094年に、リオン死去によって破門された。さらに1095年のクレルモン教会会議において、教皇ウルバヌス二世が正式に破門を宣告した。その後、破門が解かれたこともあったが、フィリップ一世は、ベルトラードと復縁し、1104年まで離婚と破門が繰り返された。これにより、 フィリップ一世は権威を失い、第一回十字軍にも参加できず、また戦災ベルトとの間の息子である王太子、後のルイ六世が実権を掌握することになった。一説では、フィリップ一世との間に設けた王子に、フランス王位を継がせたいと考え、当時イングランドに滞在していたケーシルイ六世の、大砲、イングランド王ヘンリー一世に願ったほか、暗殺しようとしたと伝えられる。 フィリップ一世は1108年に死去した後、ベルトラードのフィリップの息子フィリップ・ド・マントが、モンフォール家及びベルトラードと、全フ古く四世の子、アンジューフ古く五世らと結託して、ランスを占領し、王太子・ルイの体官を妨害するが、ルイに味方した司教たちの起点により無事にオルレアンで、体官し、ルイ六世として、王位を継いだため失敗に終わる。失脚した二人の息子は、 ルイ6世から所領を召し上げられ、翌年にルイ6世と和解するまでの間、ベルトラードの実定である、モンホール教、アモーリー3世のの元に二数年身を寄せた。後に、ルイ6世の計らいで、ベルトラードは、全部の領地、アンジュに戻った。1114年、ベルトラードは、フォントブローで、修道女となり、翌115年にオートイコールブリュイエールの、 ノートルダム修道院女子修道院長となったが、間もなく減続し、厳しい修道院生活を放棄した。ベルトラードは、フィリップ一世との間に、戦術のマントハク、フィリップ、結婚により、難事領主となった、フルーリーの二んと一女セシルを設けた。セシルははじめがリラヤ皇、タンクレードと、ついで、トリポリハクポンスと結婚した。ありがとうございます。